プリンツ・マクシミリアン・アレクサンダー・フリードリヒ・ヒ・ビルヘルム、フォン・バーデンは、バーデン大公家家長。マックス・フォン・バーデンの短縮系の名で知られる。最後のバーデン大公フリードリヒ2世の重帝にあたる。プロイセンの将軍であった、バーデン大公・シビルヘルムとその妻である、ロイヒテンベルク公女、マリア・マクシミリアノブナの長男として、バーデン・バーデンで生まれた。第一次世界大戦前から、 自由主義者として知られ、1918年10月に、ドイツ帝国最小に任命され連合国との急戦交渉を担ったが、ドイツ政府はすでに軍部に掌握されており、マクシミリアンの行動の余地は狭かった。彼は、ビルヘルム2世が定位を保持することはできないと、悟っており、法円ツォレルン家を救うために大意を促した。彼は、事態はもはや一国ではなく、 分や病を争うと皇帝に迫ったという。パウル・フォン・ヒンデンブルクや、ビルヘルム・グレーナーらも同調したが、ビルヘルム2世は、大位を拒絶した。やがて、ビルヘルム2世は、定位は退りくが、プロイセン王位は保持するという苦肉の案に飛びついたが、マクシミリアンは、皇帝の同意なしに、ドイツ皇帝くらいの大位を発表した。しかし時すでに遅く。 1918年11月9日、社会民主党のフィリップ・シャイデマンにより、共和制成率の宣言がされた。マクシミリアンは、フリードリヒ・エーベルトに後を託し、辞職した。マクシミリアンは退役して、余生を過ごし、1928年に、いとこのフリードリヒ2世より、バーデン対抗家課長を継いだが、翌年に、コンスタンツで死去した。ハノーファーを退し、 エルンスト・アウグストの長女マリアル・イーゼと結婚。一難一情を設けた。ありがとうございます。